はい、ラーメン作ります。今日は熟成豚骨ラーメンを作ります。今日でこのキッチン最後のラーメン作りということになります。いつも通り作りたいと思います。今回熟成をテーマに柄やスープは腐らせないように冷蔵庫で保管しながら作ります。ちゃっかり麺は高水を合わせました。あっさりしているので合うはずです。美味しく仕上がるのでしょうか。それではご視聴よろしくお願いします。
はい、熟成豚骨ラーメンの完成です。非常に美味しく仕上がりました。うまいですね。はい、まあ、うまいから成功というのかどうかですが、今回は失敗です。あっさりスープと濃厚スープのブレンド具合ミスってるかもしれませんが、もう少しあっさりしててもいいかなというところと、もっとあっさりしててもいいかなと思いました。それと熟成加減もどうでしょう、もう少し必要な気もします。ちょっとその辺難しいですね。昆布入れなかったのかなとか、いろいろまたやることあるかなと思います。濃度あまりない方が合う麺かと思うので、あっさりスープを多めの割合にした方がいいかと思います。まあ9対1ぐらいですかね、イメージとしては。まあでも全体的には美味しいラーメンにはなってました。はい、チャーシューは肩ロースの方いいですね。今回売ってなかったのでバラにしたんですよね。まあ国産の豚バラだったから、まあ食べやすかったので、まあ油多いなって思って、でバラ合わせたいなと思ったら、ある程度いい豚バラ使った方がいいかなと思いました。基本ロースとかでいいと思います。実はそう、最初の方に行ったんですけど、もう引っ越しの件なんですけど、実はもう引っ越してまして、もうこの声入れてるのがもう引っ越しした後の家で声入れしてます。まあちょっとミスりました。なんかデータ消えて、音声のファイルだけちょっと消えてたんで、もう一回喋ってます。はい、まあそうですね、まあこの感じだとキッチンちょっと狭いかもしれないので、ちょっと工夫が必要になりそうです。ちょっとミスりましたね、なんか感覚で決めたんで。はい、まあでもなんかカメラを置くところ多いんで、まあ狭いけど、なんかカメラいろんな画角で撮影できるかなと思います。まあ、前のキッチンはすごい思い入れはあるんですけど、特に寂しさなどはありません。まあ、どんな状況でもラーメン作れる人になりたいなってちょっと思ってます。まあ、言っちゃえばごちそうさまでした。よろしければグッドボタンとチャンネル登録の方お願いします。それとサブチャンネルオーチメン TV のご飯の方もよろしくお願いします。それではまた。